神学が最初とにかく、収容治療だというようなこと、収容治療、とにかく隔離収容を常にやっているということで、まあ、本当に人と人とのコミュニケーションを断つということを常にやってきたわけなんですが、ただそれだと医学にならないんですよ。単純に言ったらそれ警察がやってることと一緒ですから。ですからそれは保安とか治安とかそういう領域の話だったんですね。だけど彼らはどうしても医学の一部に入る必要がありました。これはな後ほどちょっと申し上げますけども、医学の一部に入るために医学らしく装う必要があったんです。で彼らは何したかって、実はここなんです。あとね、人を動物として再定義するんです。要は動物学的に人間を評価すると、再評価すると。それは何をやったかというと、人間には精神とか魂とか心とかそういうものってないんだよと。他の動物と一緒、あるいはもっとひどく言うと他のものと一緒という考え方を実は作ったんです。で、この先ほどちょっと申し上げました、このウィルヘルム・ブントというドイツのライプツィヒ大学の教授が実験心理学というものを作りました。これが1880年代の後半から1990年代の初半にかけてです。だいたい1890年挟んでというところなんですが、だいたいその頃に作られました。でここで初めて人間も他の動物と同じですと。だから他の動物のモデルを使ってそれを人間に当てはめましょうということが起こりました。そしてなおかつ人間は物であるから死んだらそこでおしまい、ね、だ他のなんだろう、鍋やね、なぜ急に鍋が出てくるか分かんないですけど、鍋や釜とかと一緒ですよ。壊れたらそこでもう不要だったらそこでおしまい。でこういった理論を実は作り上げました。人間には本能はないとか、あるいは人間には精神とか魂とかそういったものは全然存在しないんだよというような理論を作ったんですね。でそれを実は歓迎、大歓迎したのはその時 のドイツの時の最初、オットー・ビスマルクという人間です。で彼は要するにヨーロッパの全域をより、まあ、支配したかった。そのためにいろいろ戦争するわけですね。戦争するときに皆さんどうでしょう。皆さんは精神的存在ですよって、一人一人が大事なんですよって、ね、相手をね、相手の心を思いやりましょう、相手の精神をね大事にしましょうって言ったら戦争になります？ならないんですよ。ですから彼はこの人は物であるっていうこの理論をものすごく支持しました。そしてそれを徹底的に導入させました。それを勢いを得て実はこの理論が世界中に広まっていくことになります。彼の弟子と言われる先ほど言ったエミール・クレペリン、さっきの、適性検査のね、クレペリンです。そしてイワン・パブロフ、皆さん、パブロフの犬というのをご存知でしょうか。条件反射って言ってね、餌をやる前にねベルをビーンと鳴らすと、そうすると餌をやる、それをずっと続けてるとリーンって鳴らしただけで、犬の唾液が出てくるというような、条件付けとか、あるいは条件反射なんていうですね、そういう言葉を作ったのがイワン・パブロフです。非常にね有名、良いことをやったことで有名だということなんですが、実は彼らやったことは子供に実際ここに穴を開けてその唾液のテストをやった。しかしそのテストはね実際のところはうまくいってないんです。人間は他の動物とどうしても違うところがあるっていうのを、彼がもし言ってしまったら彼も抹殺されたでしょうきっとね。しかしそのことは言わずに、彼は人間もその条件反射と動物と他の動物と同じであるという理論もそこで打ち立てているんですというようなところですね。そして、ここにありますこれ赤ちゃんがここにいるの分かります？これワトソンという人間なんですけど、自分の子供をですね、自分の子供を実験対象にしてベッドの上に落としたらどうなるか、ボンと落としたらどうなるかとか、そういうようなですね極めて破壊的な、ね、自分の子供を落としたらどうなりますかって分かりますよね。良くなるはずがない、いいことが起きるはずがない。でもこういったことをずっとやりました。そしてこちらのスキナー、JF スキナーって言いますが、こちらはですねスキナー箱というのを作りまして、この、また彼もね自分の子供をその箱の中で 2,3 年育てた。もちろんその子死んでしまいました。こういったことを平気でやるんです。本当に非人道的、あるいは人間として本当にやってはいけないってことを実験あるいは医療医学の名のもとに平然と行ってくる。これが実は精神医学の中でずっと行われてきたことです。その大元になった理論というのはこの、
ミュルヘルム・ブントっていう人間が作った実験心理学に基づいておりまして、この実験心理学に基づいた理論が今なお実は精神医学の基本でございます。ですから精神医学の教科書を見ていただければ分かると思いますが、精神医学の教科書に精神という定義ございません。皆さんね、ちょっと考えてください。眼科のお医者さんが目は何ですかって答えたら、目はこれこれこういうもんですって答えられます。しかし精神科医に精神って何ですかって聞いてみてください。誰一人答えられないはずです。あるいは存在しないというふうに答えられるはずです。ですから精神医学というのはそもそもおかしいんです。存在しないものを扱う科学なんです。ですから何でもありになっちゃうんです。いろんな理論がどん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 出てきます。ですから一つの心理学、あるいは何とか精神学、何とか精神学、何とか精神学、何とか精神学でどん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 派生系が出てきます。亜種派生が出てきます。そういった形の中で基本的にじゃあ何が起きているのかって、彼らは何も知らないということ。精神が何なのか、あるいは心が何なのか、心理学のね、あの辞書を開いてみるといいです。心に関する定義はございません。心を特定する、心理学として心を特定する定義はございませんので、ぜひ皆さん辞書を見てみてください。心って引こうとすると違う文字も出てきます。それぐらいに、実は存在しないもの、何も分かっていないんです。何も分かっていないけど医学的に振る舞えるんです。これでだから彼らは医者になる必要があったんです。医学的に振る舞えればそこで権威ができるんです。医者としての、そして医学には3つの大きな権限があります。何かって薬を処方する権限があります。処方箋をかけるのはお医者さんだけです。そして生死を決めるのもお医者さんです。それから人の体に刃物を当てて、そして実際に出血させる権限があるんです。これは正当な技術、正当にそれがその本当に回復するという確かさがあってこそですが、実は精神医学の中にはそれがありません。ですが彼らは平気でそういったことを、自分は医者であると、だから信じなさいって、で多くの方々がその言葉に乗って精神医学は医者だから、お医者さんが言ってることは大事だよね、だから信じましょうねって話になります。でも結果見てみてください。結果はどういうふうになっていくか、先ほど申し上げた、で2万人を超す死亡者、死亡退院者、でしかしその逆で治って、あるいは治療とは言ってません、単に治療が終えたよというふうにして退院できる方はわずか月間で約200名、年間で2000万人ちょっとというような数字になっているわけです。これがもし正しいのであればこの数字は逆になってて当然だと思いますし、もっともっと、治ってて当たり前だと思います。今実は精神科に通っている患者さんっていうのは大体年間20万人ずつ増えてます。毎年毎年20万人っていうのはですね、鳥取県の鳥取市、あるいは島根県の松江市の人口が丸々一つ1年間で精神病になっているんです。子供からおじいちゃんおばあちゃんまで、そのぐらいです。しかし皆さんも考え、もうちょっと考えなくちゃいけません。年間2万人死んでるんですよ、ね、精神病院の中で。そして精神科に自殺した人の大体9割は精神科に通ってます、ね、それからそこから類推する、大体ね、少なくとも精神科絡みで、その精神科医は1年間に死亡という理由で、大体8万人から10万人ぐらいは顧客を失ってます。それをまた上乗せしなくちゃ、20万人に上乗せして考えると30万人から35万人ぐらいの人たちは新たに実は精神病にさせられてたわけです。なぜでその簡単かと、彼らは精神の定義も知らない、心の定義も知らない人たちだから、誰でも何でも精神病にすることができます。例えばこれでこの中で私うつ病かもしれないなと思ったことある人いますか？ないですか？大丈夫ですか？私じゃあね、逆に言います。私は絶対精神病じゃないと思う人、ありがとうございます。そういう方はね、強迫性障害って言うんですよね、取り憑かれてます。私は病気じゃない、あるいはね、精神病の患者さんっていうのはね、大抵自分のことを正しく評価できないんですよ、だからそれ精神病なんですよ言われちゃうんですよ、言うことができるんです。だから誰でも、申し訳ない、ここにいる誰でも精神病にすることができますね、何もないから何でもありなんです。これが実は精神医学です。本当に医学？どうでしょう、皆さん考えてみてください。さあ、じゃあ次のパネルに移りましょう。